毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。さあ今回なんですが、明日アップデートありますね。でそのメンテナンスの内容の詳細っていうのはまだ出てないんですけども、今のね段階ではまだ出てないんですが、ツイッターにて公式のね、UMOL のツイッターにてなんとね進化格闘家が発表されました。で以前は、次の進化キャラはね、オメガルガールとかが来るんじゃないかと予想されてたんですけど、なんかあのね格闘家伝説の、謎の格闘家とかね、その匂わせとかもあったんで、どれやったかな、これか、ここの謎の格闘家、これが進化キャラになるんじゃないかとか、そういう風にも考えられてたんですが、どうやらねこの謎の格闘家ではないらしい。じゃあ誰が進化するねんっていう話ですけど、なんとね公式のツイッターでもうねその発表がありました。なんと今回の新キャラクターはMY14。うおー、女性進化キャラクター来ましたよ。まさかのですよね、まさかの女性進化キャラクター。最近のこの女性キャラのラッシュやばないですか。アテナもね来て、クーラも来て、でさらに、進化マイ来ましたね。でイスラとかも考えるとね、結構女性キャラがこうポン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 量産されてる感じもするんですけどね、女子パの方は結構歓喜かなっていうね風にも思うんですが、ただね今回の進化キャラクターマイなんですけどね、わし持ってないやんけマジで、これほんまにちょっと待ってくれよって感じなんですよね。いやもう前は嬉しいんですよ。進化前が来るっていうこと自体はねすごい嬉しいんですが、これね僕ねこの去年のキャラで、唯一と言ってもいいんじゃないかな、持ってないキャラ前だけなんですよね。コラボキャラは取ってないんですけど、唯一、コラボ以外のキャラで取ってなかったキャラが、このMY14なんですけど、しかも僕ね前好きなキャラなんですよ。やのに取らずに育ててもなかったですけど、今回このマイが、進化キャラクターで確定しました。だから複雑な気持ちですね。もちろんマイは、使いたいんですけど持ってないんでね、いかんせん持ってないんですよキャラを。だからどうしようかなと思ってね、ちょっとそこについて今回動画撮ってるんですけどね、ちょっとこれなんや、これ撮っとこう、これ色わからんけどこれ邪魔やったんで、で、こんなんどうでもいいんですけど、進化前ですよね。これ、ほんまにね、どうするって感じ。いや、絶対強いでしょ。攻撃型っすよ、だって。攻撃型が来るんで、だから、いよいよ、イオリっすね。もう結構外してる方も多いと思うんですけど、このそもそも進化キャラクターっていうのは、3体しか入れれないっていうルールなんで、イオリを今後外していく方がね、めちゃめちゃ増えていくと思います。今現状、イオリと、水地と、進化社が3体なので、もうそれ以上はね使えませんからね、使ってる人は。僕はあの進化キャラ今2体しかいないからマイを入れることはできるんですが、ただ僕ねキャラ持ってないから、ほんまに困ったなーっていうね、思ってます。どうしようかなー。持ってる方はもうぜひねこのマイ行った方がいいですね。絶対に、強いです。攻撃型なんでね、やっぱりイオリでもあんだけ強かったんで、それから約1年経ちますからね、イオリから、年末に来たキャラクターイオリから約1年経ってるんで、この進化マイっていうのはぜひね持ってる方は使った方がいい。もちろんこの S マまで開けてる方はもう必須で使った方がいいんじゃないかなとね思うんですけどね。僕も持ってないけどやっぱキャラ取得して進化させたいなっていうね気持ちは、あります。で明日実装されると思いますから、その進化キャラクターのね進化っていうのが明日実装されると思うんで、そこで能力の方もねしっかり見ていこうと思ってます。ただねマイはどうしよう、もうこれどう思いますほんまに、もう破片もないし29とかしかないし、こんなことやったらね、あの福袋、僕ゴミ袋って言うたんですけど、そこにマイが入ってたんで、それやったら教えてくれよなって感じなんですよね。もうその時点でね僕買いますから、大と中両方ね買ってマイ、進化キャラに来るんやったらもちろん買ってましたから、それもできなかったんで、
まあだからね、僕はもうスルーの方向になっちゃうんかなと思うんですけどね、もうどうしようかな、ほんまに。もう社といい、舞といいね。社はまあもともとキャラは持ってるけど育ててなかったんで、まあ進化はいいかなっていうふうに諦めたんですけど、この攻撃型ってなるとやっぱね、欲しいっすね、進化攻撃型っていうのは。で僕のメンバー的に、構成的に言うても、やっぱりね、火力を出すキャラ今欲しいんで、リオロンはここに置いてますけど、ここ本来このリオロンが攻撃型やったらいいなとか考えてたんで、まあだからそれでアテナもね、すごい悩んでたんですけど、まあ、アテナもクーラも我慢したから、まあ、次こそはっていう気持ちやったんですが、まあ育ててたらね、ぴったりやったんですけど、どうしようかな、まい、ほんまにね、なんかイベントでこう安売りしてくれたらいいんですけどね、最近のこの運営さんの傾向からするとね、まあそれもなさそうなんで、まあガラガラポンとかもね、来てくれたらいいんですけど、まあ時期的にも今11月なんで中途半端ですよね、この年末とかのイベントとかやったらガラガラポンね、可能性はありますけど、まあ、11月のこの中頃に進化舞が、来ますから、どうするって感じ。で、一応ね、今月末のキャラクターも視野にもちろん入れてるんですよ。ダイヤも結構あるし、もう次あたりはそろそろね、キャラ取らななっていう気持ちもあるんで、アテナとクーラね、完全にスルーしてますから、ただ進化舞が来た後に、新しいね、オークションの新キャラクターはどうなっていくねんっていうふうに、まあ、考えてるんですけど、攻撃型ですよね、前は攻撃型の進化なんで、次来るキャラクターその攻撃を防ぐ防御型なんかなとかもね、思ってます。で、中華ではなんかドロレスが、もう出てますよね、防御型としてドロレス出てるんで、まあ、その可能性もね全然ありますから、今月末はドロレスかなとかも、まあ、考えてるんですけど、ただここに来てね、攻撃型の前が来るとやっぱ前の方が欲しいですよね。だから進化した実装されて、まあ今後どうしていくのかなっていう、もう非常にね、僕はなんていうんかな、このヤシロを取らんかったことによって、早くねこの新しいキャラクターを取りたいっていう、まあそこにこう気を使ってるんですが、ただね、アテナもクーラも、まあ、しっかり我慢して、もっとこうしっくりくるキャラクターをね取りたいって考えてたとこなんですよね。でその中でこのマイが来てたんですけど、マイをもちろんエスマにしてたらめちゃめちゃしっくりきたんですけど、まあいかんせん持ってないんでねいやーほんま参ったな、これは。まあだからマイを、使ってた方はもうね大歓喜ですよね。女性キャラクターやし、攻撃型やし、進化やしっていうね、まあトリプル歓喜というね、ぜひだからエスマまで育ててた方は絶対使った方がいいですね。まあ、僕もだから今後このマイを、使う可能性は高いと自分で思ってますけど、ただ破片がねもうないしね、まあ、ダイヤもあるいうてもね、こんな進化いったらなんぼなくなりますかね。進化のダイヤプラスマイ取得のダイヤでしょ。で武器2本取得せなあかんし、やっぱコスト的に考えるとね、まあ、それやったら新キャラクター行こうかなとかもね、まあ、考えてますけど、まあそんなことをこういろいろ考えた後、今動画撮ってますけどね、まあほんまにだから僕のこの現状どうしようどうしようっていう不安が伝わってたらいいんですけどね、まあそういうことで進化前がね、確定しました。でもうすぐ多分ね夕方ぐらいにはメンテナンスの内容発表されると思いますから、まあ大体予想はできますけどね、進化キャラクターの実装マイ14と、まあ、その他、不具合の調整、まあ主にマイがメインやと思いますけど、そうですね、明日だから実装なんでね、ほんまに、大歓喜、進化使ってた方は大歓喜、僕みたいにこのキャラ自体持ってないっていう人もいると思うんですけどね、まあ、そういう方はね大歓喜の真逆ですよね。社も我慢して、次舞も持ってないってなるとね、まあ、いよいよ僕はねやばいですね、どうしていこうかなっていう、感じで思ってます。そして、今日の夜ね生配信しますんで、まあ、明日のアップデートの内容をメインに見ていこうかなと思ってます。ぜひね、マイを使うっていう方、遊びに来てください。もう雑談でも、マイのね、マイについての雑談でも何でも、していこうと思ってますから。で、最近で言うと、やっぱアテナ啓蒙も来てるんでね、アテナ入れてる方も実践とか行こうと思いますから、ぜひね、アテナ使いの方とか、まあもちろんクーラーもそうですけどね、アテナ、クーラー、まあ、ていうか女子パがもうえぐくなってきますね。いよいよ、もう女子パの時代到来かっていうね、今日がいなくても、マイ進化を入れれば、立ち向かえるっていうぐらい、まああるんじゃないかなと思うんですけどね。前の能力によるけど、まあ進化なんでね、めちゃめちゃ強いのはもう確定してますから、
女子パーの時代もね、またこうリバイバルしていくんじゃないかと思ってます。ぜひね、今日夜、9時から生配信しますんでね、よかったら遊びに来てください。っていう感じで今回の動画終わります。また夜やりますんでね、お待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。